神戸女学院大学は、兵庫県西宮市岡田山4番1号に本部を、奥日本の私立大学である。1948年に設置された。神戸女学院大学文学館神戸女学院、創設の地米国から来日した、キリスト教宣教師、イライザ・タルカットとジュリア・ダット霊により1875年、兵庫県神戸市神戸区に開校。開校時の名称は、 女学校。その後、1879年に、中等教育部門を整備して、神戸英和女学校、ついで1894年には、高等教育部門を確立して、神戸女学院と解消。第二次世界大戦後の学生改革に従って、1948年4月に、関西最初の新生女子大学となった。キャンパスは創立以来、長く、 神戸市にあったが、1933年、摂津尼崎藩主桜井家が所有していた西宮市、岡田山にキャンパスを移転した。近隣の関西学院大学や聖和大学と、同じウィリアムメレルボーリズの設計による、スパニッシュミッションスタイルの優美な校舎は、淡いクリーム色の外壁と、尺道色の瓦が、特徴的。また、国土交通省近畿地方整備局は、 神戸女学院大学キャンパスを阪神館モダニズムにおけるボーリズ設計事務所代表作として紹介している。行動、総務館、チャペル、図書館、文学館、理学館、音楽学部1号館は2009年11月2日に、まず国の登録有形文化財に登録され、引き続き2014年5月16日の文化、審議会の答申により、それまで、 登録有形文化財に登録されていなかった建物を含め中高部を含めた現存する防律建築12棟が重要文化財神戸女学院の名称で一括して重要文化財に指定されることが決まり同年8月18日の官報で正式に指定された神戸女学院中学部高等学部が 同一キャンパス内に併設されており、関西学院大学西宮生はキャンパスとは門を隔てて隣接している。キリスト教の教えに基づいた、愛心愛となりの見学精神を基盤に、個性と自由を尊ぶ、全人教育を目指している。キリスト教学校教育同盟加盟校。学部、学科大学院附属機関クラブ、同好会は、文化部会と、 体育部会に分かれており、文化部会に28団体、体育部会に17団体がある。次の建物が、神戸女学院の名称で2014年9月18日に、重要文化財に指定されている。なお、重要文化財に指定されているのは12棟であるが、歩行官は、神戸女学院中学部、高等学部が使用している建物であるため、 大学として指定されているのは残り11棟になる。また、パーゴラが不指定されている。重要文化財の建物群は、同窓生や在校生保護者は申し込み不要で、事務を休む日以外はいつでも見学ができるが、その他の人々のための一般公開は常時は行っていない。一般人が見学をする方法はいくつかあるが、主なものは下記の通り。 ありがとうございます。